はい、ございます。本日はね、昨日ね、お笑い見に行ってたんですけど、お笑いの中で、20年以上ね、おっちゃんも含めて、時間が止まっている、喫茶店があるってその話を聞いてて、ぜひ行ってみたいなということで、西成の銀座商店街に来ました。はい、お名前、は丸屋で、コーヒー一杯が確かね180円ぐらいかな。でカレーが250円、というお店なんですけども、これか160円や。すごいね、値段的にめっちゃ時間が止まって、おっちゃん自体もほんま全然思いっきり時間が止まってるっていうことで、なんか今日笑い誘ってて、ぜひ行ってみたいなってことで速攻で来ちゃいました。それでは行きたいと思います。2人やと4人だけじゃ。ああ、わかりました。はい、あ、こっち行こうか。コーヒーやったら160円、コーヒーやったら160円。はい、ミドルイチゴ100円です。はい、かき氷です。あ、です。今お茶です。メニュー行きました。メニューでございます。正直何を書いてるか分かりません。値段が分かりにくいんですけど、名物カレーとコーヒーを頼んでみたいと思います。はい、僕はですね、焼き飯250円、そしてざるそば270円、そしてアイスコーヒーが200円ぐらいかな、注文170円を注文しました。160円を注文しました。で、あとはね、食べ終わった後にチョコレートパフェ200円も食べたいと思います。今やっぱりお客さんが少ないんで、こうやって注文たくさんできますけど、やっぱお客さん多い時はね、多分カレーライスのみで帰ってたと思うんですけど、今はまあ少ないのでね、ちょっと気楽にちょっと注文できるかなと思います。昨日の、お笑いのライブの中では20年の間こう時代が止まってるって言ってたんですよ。20年で、いや俺の中では40年、雰囲気もそして値段もおっちゃんの醸し出す雰囲気も3つ含めて、時代は俺40年止まっているのじゃないのかなと思います。日本にねこんな場所がまだあったとかっていうのは本当に嬉しいです。よかったです。ザルそばありました。十分すぎる。いただきたいと思います。
十分。270円で、これで270円十分。これはもう十分、こう値段的に考えたら270円十分すぎる。完食しました。ごちそうさまです。この値段でね、やっぱ十分のボリュームでした。ザルそばもね、思ったより全然美味しいし、もう良かったですね。なんか本当おっちゃんが長年ベテランの味っていうのをちゃんと出してくれてんなっていう、味の中で手抜き感はなかったんで、すごく良かった。この値段でね、手抜いてないからね、素晴らしいですね、はい。最後お店の伝票を、この値段で伝票かかるよね、経費で。どんな伝票出てくるんかなっていうことなんですけども、伝票でございます、凝ってるね。ここまで作り込んでる、素晴らしい、はい。全て含めて、ごちそうさまでした。一言聞いてみたい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いつからここお店をやってるんですか。ここらみんなね、焼け残ったんです。ああ、空襲の時、大阪、はいはいはい。で、そこの小学校は95年です。へえ。その向こうが100年。うん、ここらみんな、はい、100年住宅、ということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー、すごいね、ボリューム的には十分 で味もね、本当にちゃんと、まあ、適当感って全然なくて、おっちゃんはやっぱしっかり作り込んでたので、雰囲気ならず味までもね、最高でした。本当になんかこう、ただね、YouTube 見てる人とかに、やっぱりなんか言いたいのは、西成とか取材してて、絶対嫌なのは、なんか西成イコールなんかイメージで物言う人ってたくさんいてて、なんかそこだけは絶対にやめてほしいのと、やっぱ常連のお客さんがあって初めて、成り立ってるお店っていうのはたくさんあると思うんで、そのお客さんが第一優先であるってことは絶対にみんな守ってほしいなと思います。その上で、まあ、2番手として行くっていうのをしっかりね、守る、そのルールちゃうかなとなんか本当に安くてね、なんかまずとか言う人たくさんいてるけど、
一つのものを出すときに100円200円のものを手間暇かけて、出す上でなんぼ利益あんねんってやっぱ俺商売人やから思ってしまうし、それって本当に気持ちの問題でやってて、そこは絶対になんかこうどういう状況だってもけなすことだけはやめてください。本当にあの最高のお店でございました。まあ、点数はちょっと一旦置いといて、ごちそうさまでございます。